私、イクミ26歳は、結婚して母子家庭だった旦那、としひろ30歳の家に同居をするために、結婚を機に旦那の地元に一緒に暮らすようになりました。義母は物腰柔らかく、気が利くとても優しい方で、共働きの私たち夫婦の家事全般も義母が担ってくれていて、一緒に住んでいてお互い気を使い合えるいい関係を築けています。しかし同居とは違う悩みができるようになりました。隣の家に住んでいる旦那と同い年で幼馴染というシングルマザーの女性セリハさんがたびたび家に来ては息子のエル君を押し付けてくるのです。平日の夜、イクミちゃんこんばんは、どうかした？またエル君お母さんに預けてどこか出かけたんですか？あ、もしかして仕事から帰ってきたの？おかえり。今どこにいるんですか？ショッピング。はあ？じゃあよろしく。いや、どうしてもやむを得ない状況ならともかく、買い物なら今すぐ帰ってきてください。なんで？実家に帰ってきた時ぐらいゆっくりさせてよ。お母さんには関係ないですよね。私とトヒヒロは家族同然なんだから、実家も同然じゃん。いつも言ってますが、我が家はセリハさんの実家じゃないですから。我が家って、嫁いできた他人のイクミちゃんが何言ってんの？そういうセリハさんはもっと他人ですが。はいはい、嫉妬しないでよ。え？私とトシヒロが幼馴染だからって。別に嫉妬してませんけど、一人で出かけたいのならご自分のご両親にお願いしてください。私とトシヒロは幼馴染で友達以上の関係で、一周回って恋人以上みたいなもんじゃん。何言ってるんですか？つまりエルはトシヒロの息子みたいなもんで、つまりおばさんにとって孫みたいなもんじゃん。いや、全く違いますから。うちの両親は仕事だけど、おばさんはずっと家じゃん。孫で暇つぶせるなんて幸せだよ。お母さんは腰を悪くしているので、子守は負担になっているんです。子供を産めてないイクミちゃんが嫉妬するのはわかるけど、見当違いですってば。というか、自分の子供が心配じゃないんですか？かわいい盛りの超かわいい王子たんを見れるんだから、逆に感謝してよね。は？じゃ、適当な時間に帰るから、よろしく。セリハさん？またとある日の日曜日。ねえ、イクミちゃん。はい。何でしょうか？あ、イクミちゃん、よかった。トシヒロに連絡しても返事なくって。トシヒロは？セリハさんこそ今どこですか？ベビーカーに乗ったエル君が我が家の玄関にいたんですが。今日はイクミちゃんが家にいるんだ。おばさんは？今日はトシヒロさんと二人で用事で出かけています。え？どこ？聞いてどうするんですか？たまにはトシヒロとデートでもしないとって思って。は？エルの教育のためにも、ママパパは仲良くしておかなくちゃね。何度も言わせないでください。トシヒロさんはエル君の父親じゃありませんよ。早くどこにいるか教えてよ。いいから、エル君を迎えに来てください。いつもこんな風にお母さんに押し付けてるんですか？今日はイクミちゃんがエルを見てよ。見ませんから、帰ってきてください。よろしく。エル君はまだ1歳なんですよ。かわいそうだと思いませんか？今から子育ての練習ができていいじゃん。私ってば優しい？私も忙しいので困ります。イクミちゃんも仕事ばっか言ってるから子供できないんだよ。私たち夫婦の問題なんで余計なお世話です。トシヒロのために仕事も辞めない、子供も作らないんだったら、せめてうちの子の面倒の役には立ってよ。
いい加減にしてください。お母さんもいつも断っていますよね。迷惑なんです。あのさ、よそから来たいくみちゃんにはわからないかもしれないけど、ご近所の助け合いって大事なわけ。私はシングルマザーなんだよ、わかる？緊急事態ならまだしも、こんな一方的に頼られても迷惑なんですってば。もう理解できないんだったら、いくみちゃん出て行きなよ。は？そうだよ、そうしちゃいなよ。どういう意味ですか？二人が離婚して、いくみちゃんは仕事に専念できて、としひろは私と結婚できて、おばさんもエルが本物の孫になって、エルもパパができて、みんな幸せ？いや、セリハさんだけに都合が良くて、みんなの気持ちは無視してますよね。私だけじゃないって。少なくともとしひろは幸せじゃん。は？小学校から高校までずっと一緒だった可愛い幼馴染だよ。これ以上の結婚相手はいないでしょ。幼馴染だから結婚って。大学からとしひろが地元に離れて、勝手にあんたと付き合って結婚したせいで遠回りしちゃったけど、でも結局地元に帰ってきたじゃん。それが？それって結局私のことが忘れられなかったんだよ。だからこっちに帰ってきたの。いや、ただ普通に腰を悪くしたお母さんが心配なだけで。だいたい忘れられなかったって、お二人は付き合ったことないですよね。言ったじゃない、私たちはそういう時期は一周回った、それ以上の関係なの。幼馴染なんだから。意味がわからないんですけど。そういうわけで早く離婚してね。もう何を言ってもセリハさんには通じそうにはないですね。え？何が？ともかく邪魔なあんたは早くその家出て行ってね。言われなくても出て行きますよ。うん、分かってるじゃない。じゃあそろそろとしひろ探して行ってこよう。え、ちょっとセリハさん、戻ってきてください。エル君は？離婚したら教えて。数ヶ月後。いくみちゃん、としひろとずっと連絡取れないんだけど。ちょっといくみちゃん、あんた何かしたの？セリハさん、こんばんは。てかあんた、出ていく準備はしたの？準備も何も、もう家から出てますけど。あ、そうなんだ、教えてって言ったじゃない。ね、としひろは？てか、おばさんもいないの？誰も出てこないんだけど。まあいっか、いつものようにベビーカーごとエルを置いとくから、よろしく。すぐに戻ってください。やだ、記念すべきフリーに戻ったとしひろとのデートに行くんだから。はぁ、セリハさん、いい加減気づいてください。何が？としひろさんはずっと前からセリハさんの連絡無視してますよね。え？何？あんたとしひろに何かしたの？違います。いいからエル君を連れ帰ってください。その家は誰もいません。みんな出かけてんの？違います、もう誰もいないんです。はあ？どういうこと？もう引っ越しているんで。うん、あんた引っ越して出て行ったんでしょ。で、としひろは？としひろさんも今一緒にいます、お母さんも。はあ？どういう意味？3人みんな一緒に引っ越して、もうその家を出たんです。はあ？ちょっとどういうこと？あんた離婚したんでしょ。そんなこと一言も言ってませんが。はあ？どこに引っ越したの？早く教えなさい。どうして？私はとしひろの幼馴染よ。だから？は？だから何なんですか？
親戚でもなんでもない、ただのご近所だった人ですよね。はあ？今までお母さんがエル君を不憫に思って預かってましたが、お母さんの腰が悪くて負担になってるって何度も言っても、人の行為にあぐらをかいてるような人に対してこれ以上何もしませんし、引っ越し先も教えられませんよ。うるさい、トシヒロだけでも返しなさいよ。トシヒロはエルのパパなのよ。それも違うって何度も言いましたよね。エル君はセリハさんとの前夫とのお子さんで、トシヒロさんと何のつながりないですよね。だから私とトシヒロは幼馴染なのよ。これ以上の絆はないでしょ。出た、幼馴染。は？本当に学校が一緒だっただけで、恋人だったどころか二人でどこか遊んでたこともないんですよね。幼馴染の名前ばかりで友達以下じゃないですか。は？何言ってんの？幼馴染なんだよ。ただ隣なだけで、エル君はトシヒロさんの子供とか言うから、トシヒロさんは気味悪がってずっと無視してるんですよ。そんなわけ。最初は私がセリハさんをブロックして、俺が壁になるって言ってくれたんですが。壁？トシヒロさんがセリハさんにどんな否定の言葉を言っても自分の都合のいい解釈にしてこびてくるから、トシヒロさんがブロックすることにしたんです。ブロック？あ、やっぱり気づいてなかったんですね。普通拒否されていることに気づいたら諦めるんですが。拒否？誰が？トシヒロさんです。いやいや、そんなわけないでしょ。だって私たちは幼馴染。そういうセリハさんを気持ち悪がって、トシヒロさんはブロックしたんです。そう、幼馴染の私をトシヒロが拒否するわけが。もともとお母さんのためにバリアフリーの家を建てようって話してて、今の家には期間限定での同居だったんです。何言ってんの？トシヒロは私のために地元に帰ってきたんでしょ？全然違います。妄想やめてください。妄想？まあそういうことで、私も今日からセリハさんをブロックさせてもらいますから。は？今までエル君を勝手に置いてかれた時に、すぐにでもエル君のところに行けるようにセリハさんを切らずにいたんですけど。ちょっと待って、もう私たちは引っ越しましたので。待ってよ、エルの面倒は？実母のセリハさんが見ればいいじゃないですか、普通に。待ってってば。トシヒロは？トシヒロだけでも返してよ。早くエル君を連れて帰ってあげてくださいね。ちょっと待ってってば。その後、私もブロックしてストレスのない生活を送れるようになりました。セリハさんは幼馴染ドリームをこじらせていただけで、もともとお母さんとセリハさんのご両親とも特別仲良かったわけでもない、普通のご近所付き合いだったので、引っ越し先の住所も教えないでご挨拶だけで終わらせております。セリハさんは自分の両親に引っ越し先を問い詰めたり、近所中に私たちの引っ越し先を聞き回っていると、トシヒロさんの小学校からの友人に聞きましたが、その友人たちには前もってセリハさんには教えないでほしいと念押ししていたので、私たちの住所が漏れることはありませんでした。トシヒロさんの友人の話曰く、セリハさんは私の悪口を言いまくっていたそうですが、エル君を押し付けていたことはみんな知っていたので、冷めたり呆れた目で見られるだけだったそうです。エル君は普通の常識のあるセリハさんのご両親が預かってすくすくと育っているそうです。今回のお話はいかがでしたか？毎日動画投稿しますので、ぜひチャンネル登録お願いします。あなたのコメント、グッド評価お待ちしています。